はい、こんにちは、新庄です。イレです。やってきましたね。もうどこですか？匂いしてきますよね。いや、スルスル、あの粉の香りがすごいして、我々やってきました、大阪。あ、早いね。やっぱ大阪に来たらちょっとすぐ、そうですね、グッとね。そうだね、拍手が勝手にこう突き上がっちゃうよね、うん。まあ、今回はオフ会で、大阪にやってきましたけども、今日オフ会当日ということで、はい、いや、いいですね、大阪は。やっぱり僕、大阪大好きなんですよ。おう、やっぱりね、住んでたこともありますから。そうなんです。大阪の地に来るとどうしても突き上げたくなってしまいますし、まあ、たこ焼きの匂いっていうのは懐かしさも感じられていいんじゃないでしょうか。うん、はい、確かに。そうです。思い出とかないんだ。思い出は特にないです。まあ、今回はね、はい、1回で新たな思い出を作っていきましょうと、うん、そうだね。ということですよ。まあ、オフ会当日なので、ちょっとまあ美味しいものを食べて、あ、そうね、はい、やる気をね、ぐっと上げていこうじゃないかと。まあ、僕ら前回あのモッパンやりましたよね、たこ焼き、はい、なので、まあ、本場のたこ焼きを食ってやろうじゃないかと。あ、そうだね。せっかく大阪来たな。まあ、多分本場のたこ焼きだったらおそらく、まあ、40から50は。ここでやるのか。ここでオフ会パンパンになっていくことになる、なりますけど、それは避けたいです。そうだね。まあ、ほどほどに、ほどほどに節度を持って、美味しくね、いただきましょうか。お前通過しましたか。はい。最近はほどほどが一番いい。食べ過ぎ良くないですから。はい、大阪の地を楽しんで、はい、行きたいと思います。はい、じゃあ向かいましょうか。はい、はい、というわけでですね、たこ焼きを食べてきました。こちらの、まあ、有名なククルさんですね。ここでたこ焼きを食らっていく。来ましたか。意外と小ぶりだね。小ぶりだね、確かに、うん。まあ、これが本場ということなんです。本場なのかな。はい、じゃあ食らっていきますか。いきます。いただきます。大丈夫かな、これ。困っちゃうのこれ。心配だよ、俺は。熱い。ヒューヒュー言っと、いつかもたこ焼き食ってヒューヒュー言っとったな。うん、うん、めっちゃうまい。マジ？めっちゃうまい。でもね、これ俺箸で持ってる時からもううまいもん。あ、分かる。じゃあもう食べる。食べさせてください。でもやっぱり俺、嘘はつきたくない。いくら大阪に来てるからと。それはそう。率直に忖度したくないから、うん、ちゃんと言いたい。そういうチャンネルだから。じゃあ、いただきます。うまい。いただきます。同じくだりやるなよ。あ、うん。タコめっちゃ大きい。うん、そう、タコも大きいし、うん、生地の味がめっちゃ美味い。うまい。やっぱり、ウーバーで頼んだタコ焼きと違うね。そうだね、かなり条件も違うし、ね、うん。本当にうまいわ。美味しいです。うん、これを食べて元気つけていきましょう。そうだね。いや、めっちゃうまい。マジで舐めてた。うん、確かに。まあ本場っつってもね、まあちょっと期待外れになっちゃう部分もあるのかなって。そうだね。思ったんですけど。超えてきた。超えたね。まあ俺ちょっと正直を言うとね、まあ大阪住んでたとはいえ、うん、あんまり大阪でたこ焼き食べなかったですよ。ああ、まあ住んでたね。だから、なんなら初かもしれない。大阪来てたこ焼きを食べるっていうのが。で、予想以上のうまさで、いや、本当に。だいぶね、美味しい食事を取れたので、はい、まあ、この後ちょっと打ち合わせでもして、そうね、オフ会の方に向かおうかなと思います。オフ会がメインですからね。はい。はい、あんまり食べ過ぎてね、血糖値上がって眠くなっちゃうので、食べ過ぎると。それはよく、はい、まあ、気をつけながらね、そうだね。血糖値スパイクを作らないように、はい、適度に。看護師を出さないでください。適度に摂取して行きましょうか。はい、はい、やっぱ盛り上がったし、あ、でも一番はやっぱり盛り上がりがあるかないかな。だからすごい拍手とかしたいし。拍手大事。拍手大事。やっぱり笑ってほしいし。ああ、笑ってほしい。笑顔みたいし。ああ、確かに笑顔みたいでしょう、うん、それはそうな。ってなるとやっぱり盛り上がりたい。盛り上がりたい。あ、でもなんか見えてるかも。はい、
か。でもまとまったね。いよいよですね。いよいよですね。じゃがりこ食ってる場合じゃないですね。あと2時間後2時間後。うわぁ、マジか。いよいよですね。ちょっと遅らせてもらって。そんな自由にされるもんじゃないのよ。忘れ物がないかチェックしてね。大体忘れ物ありますか。頑張りましょう。頑張りましょう。いよいよですね。別に緊張してない。聞いてないですよ。聞いてないよ。別に緊張してないけど、なんかお腹痛いんだよ。ずっと。緊張はしないタイプ。結構しないタイプ。昔からそう。うん、ずっとそう。頑張ってください。別に頑張らない。頑張らないけど。何頑張る？え？緊張？天才？え？間に合わない。ギリギリや。全然緊張してない。全然緊張してない。全然緊張してないんだけど、なんかこの辺が痛いって言ったらね、ちょっとね、楽しいかもしれないけど。緊張はしてないけど、なんか手の震えが止まんないんだよ。あるよね、それこそね。眠い。普段と違うことが出過ぎちゃうんだよ。普段と違うことが出過ぎちゃうんだよ。まあ、楽しんでいきたい。いただいた方には感謝ですし、オフ会ができたというのも、ここまで応援してくださった皆さんのおかげですので、会場に来られなかった方もですね、感謝したいですし、すべての人に感謝、感謝、感謝、それしかないね、本当に、はい、そういう、まあ、今回オフ会になりました、うん、本当に楽しくございます。良かったです。まあ、僕らは、ね、ずっと不安なままやってましたけど、あの中にはね、すごい楽しかったと言ってくださる方もいましたので、まあまあこれは成功と言っていいんじゃないですか。はい、成功です。誰が何と言おうと成功です。一人が喜んでくれればもうそれはもう成功ですから。はい、はい、まあ、ということで、はい、まあ、成功したオフ会の後はやっぱりうまいものを食わなきゃいけないじゃないですか。お腹ペコペコですよ。じゃあまあ打ち上げでもしましょうか。
打ち上げていく。今日は疲れましたね、はい、今回は僕ら2人だけじゃなく友達が来たってくれて、そうですね、スタッフとしてやってくれました、ね、はい、みんなで、あと佐藤と桜井が画面の後ろにいます、はい、まあ、お迎えに来てくれた方はね、どんな感じだったかを見ていただいてると思いますけど、割とね、僕らの声が忠実に再現されているってことが、そう、僕らがあの言う前から、あの人ってもしかして佐藤さんで熱唱されましたので、まあ、間違えてなかったと。じゃあ、頑張りますか。はい、じゃあ、お疲れ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。食いまくろうと思います。じゃあ今日も食べるぞ。はい、ということで、はい、いやーかなり、ね、深いところまで昨日は行ってしまいましたけれども、はい、まあオフ会頑張ったのでね、そうですね、美味しいご飯を食べて、はい、で楽しい夜を過ごせました。まあ友達がねスタッフやってくれたわけですけど、うん、まあ、ただただ友達と楽しむそんな夜だったんじゃないかなと思います、はい、ですが今日は、うん、またさらにせっかく大阪に来たからには、うん、そうですよ、ただでは帰りませんよ我々。昨日からね、すでにちょっといろいろやり上げちゃってますけど、うん、まださらにね、上乗せで、はい、突き上げ突き上げで、はい、そうですよ、隅から隅まで、はい、もうお気づきの方もいるかと思いますが、オフ会の疲労が予想以上に大きく、頭が回らずに全く中身のない会話を延々と繰り広げているだけの映像だったため、ダイジェストでお届けいたします。それではどうぞ。あ、うまい、めちゃくちゃうまい、ほんと、うん、あ、うまい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 。串カツうまかったんじゃないですか。結局串カツなのよ、本当にね、いっちゃん串カツ好きと言っても過言ではない、うん、寿司はいっちゃん好きお寿司と串カツ食べて、まあ結構満たされてきてるんじゃないかなとは思うんだけど、全然です、全然ですよ、まだまだ行きますよ、まだまだ行きます。じゃあ次のお店、うん、カツうどん美味しかったよ。めちゃくちゃうまかったね。やっぱりあんまりさ、出かけてカツうどんとか食べることないけどさ、でもなんか俺もちゃんと食べて、ちゃんと初めて食べてうまかった。もう次のフィールド行ってますよ。あ、これ、これエグタルトですけど、エグタルト、はい、なんかカツうどんを食べていたはずでは、私たち、うん、おかしいですね。まあまあカツうどんね食べましたね、すごく、うん、あのいいお店でしたよね。美味しかった。最初ね、お店ちょっと覗いたら、ちょっとちゃんと並んでてくださいって言われて、あ、この店員さんちょっと厳しい人なのかなと思って警戒して入ったら、うん、ごめんね、ありがとうね、ありがとうって50回ぐらい言われてはちゃめちゃもスペリーだった。もうこっちがもう申し訳ない気持ちになっちゃったよ。少しでも疑った自分を悔やみたい、うん、接客の上位の中でももう最上位の接客、一番いい接客してくれたんだからということで、スイーツにやってまいりましたっていうことでしたねしっかりあなたも持ってるんですね。なんかうまいよね、うん、プルプルしてて、だいぶお腹も落ち着いてきましたね。落ち着いてきたね、うん、結構食べてきましたからね。いいね、こうやって食べ歩きってものはあんまりさ、東京とかにいるときしないじゃん。そうだね、うん、なかなか食べ歩けないっていうところなんですけど、ね、結構いいね、うん、ちょっとずつ買って食べるっていうのは楽しい。でもまだまだこれでは終わりませんけど、うん、はい、帰るまでね、満喫してやりますよ。はい、次に参りましょうか。はい、
と移動して、はい、大阪城の方にやってまいりました、うん、ですが、うん、今回大阪城は見ません。見えません今のここの段階から全然見えないですよ、うん、なぜかというと、まあ、今日は見倒れたからです。そうです、大阪城食べられませんからね。食べられない、食べられないものはさすがに食べません、はい、ということで何回たこ焼き食うねんと突っ込まれそうではありますけれども、はい、やっぱりいろんなたこ焼き食べ比べしたいじゃん。そうですね、昨日食べたね、うん、たこ焼きものすごくうまかった。あれうまかったね、うんうん、まあ、今回もちょっと期待して食べていこうかなと思います、うん、じゃあいただきます、はい、熱そうだな、一口でいったら絶対危ないんだから、うん、来た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 、あ、どうですか、うまいで出ました、出ました、うまいで。じゃあ私もうん、あ、美味しいんだ、出ましたわあ、めっちゃ綺麗やん、うん、こんな感じで見えるかな。あ、見えるじゃん見えるじゃん。おお、どうですか、見えますか、大阪城。かなり小さく映ってるんじゃないかと思うんですけど、肉眼ですらちょっと見づらいなっていう。かなりね、遠くですけど、うん、まあ、大阪城見えましたけどね。昨日京都、うん、大阪お迎えで大阪来ましたけども、うん、どうでした、大阪は。めちゃくちゃ満喫しましたね、うん、なんか美味しいものもたくさん食べれたし、うん、結構思い出すことはないんじゃないかなと思います、うん、まあ、とにかく今ね、ちょっと昨日のお迎えで出し切っちゃってて、うん、疲れてるね、とろっとろしてる、ふわふわふわしてる、もうたこ焼きみたいな状態です。ほぼたこ焼きです、これは、うん、というわけで、はい、今回私たちですね、はい、大阪でオフ会の方をさせていただきまして、うん、オフ会の方も楽しかったよと言ってくださってる方が本当にたくさんいて、うん、まあ、成功と言っていいんじゃないでしょうかと思います。そうですね、なので僕らとしてもね、うん、満足のいく大阪の2日間になったんじゃないかなと思います。最高の時間を過ごせましたね、はい、久しぶりに来ましたけど楽しかったですね、本当にやっぱりいいところだよね、うん、大阪また来たいなと思います、はいはい、というわけで、はい、休めんチャンネル、うん、大阪めちゃくちゃ満喫したなと、うん、本当にお疲れ様とそう思っていただけた方、はい、ぜひ動画の方にグッドとグッドと、そして今後もさらに数字を伸ばしてまたオフ会開催してくれよ、はい、そう思った方ぜひチャンネル登録の方をして我々のことを応援してくださると幸いでございます、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。大丈夫かな